こんにちは、りょうこばあばです。今回は、編み物をだいたいね、いつもしてるんですけども、最近ハマっているのがこのレジンなんですよね。で、レジンをし始めてからだいたい2ヶ月ちょっとぐらいかな、こんな感じでいろいろ作りためたものがあります。それで、今ねここにこう置いてるのはだいたい商品として使えるのかなと思ってずっと作ったのを貯めていました。でこんな感じでね、ハートの形に中に封入物を入れてシャカシャカですね、シャカシャカな感じでしています。4色ね、いろいろ入れて中に入れて、封入して作ったものですね。これはキーホルダーとして作りました。今動かしてますけど、これアフレコなので音は聞こえませんけどね。もうこうレジンするのが最近楽しくて、暇はないんですけど、ちょっと今日は作ろうかなと思って1個2個作るんですけど、毎日ねこう1日作ってもそんなたくさんはできないんですよね。難しいし硬化する時間がねたくさんいるので、あっという間にね時間が経つんですよね。でこれはねヘアゴムにしました。中に入れるのもねいろいろ考えながら楽しみながら入れて仕上げてるんですけど、もう完成した喜びはねすごいですで同じね丸モールドの丸ですけど、片方はキーホルダーにねしています。こうモールドがねたくさんこう同じ丸でも1個2個しかないので、2個作り上げたらまたその後また作ってという感じですよね。まだ不慣れでもう失敗作もねたくさん出たんですけど、まあ失敗しながらね少しずつ上達していくのかなと思って、コツコツと練習に励んでいます。またねレジンしていたら買う材料とか あれがあったらいいなとか思いながらいつも購入しているので、もう購入金額もねなんか半端ないですね。あとはねこれ涙の雫みたいな感じで、あこういうのも作ってみたいなと思ってモールドを買って、中にねちょっと秋っぽく赤くしてもみじを封入したりして、これはねペンダントにしました。アジャスターとかもね買って、この紐のねスエード調の紐も買い足して、次から次と あれがないこれがないと思いながら買い足しています。次これなんですけどね、これはイニシャルですね。イニシャルもねあったがいいかなと思って、またイニシャルのモールドを買って全部ね流し込んで色をちょっとね2色くらいに分けて作ったんですけど、流してねこう固める分はいいんですけど一気にできるから、これを一つ一つね削ったりレジン液を塗ったり一個一個ね小さいから、これ手間かかりましたね。簡単そうで難しかったです。でこれね購入してくれた方のイニシャルでちょっとつけたりとかこれはしてますね。あとはこれはまだこう四角に色をねちょっと濃い色でレジン液をね作って流して星だったりして、まだこれは未完成、完成品ではないですね。あとヒートンつけて丸カンとか通してね作品にしたりとかするんですけど、四角と丸でね同じぐらいの大きさのものをちょっとこんなして作っています。こ
こうモールドがいろんな形があるので、まあいろいろ買って増えたんですけど、いろいろね形、いろんな形でね作ってみたいなと思って作りました。でネット見てたらまたこれがまた可愛いのがあったんですよ。キノコのねモールドがあったから、キノコもちょっとこんなして作ってみました。これもねあのペンダントにしようかなと思って、もうあと紐を通すだけですけどね、こんな感じでねいろいろモールドを買い足して増えましたね。これ最後なんですけど、これはね昨日作ったものなんですけど、丸の、モールドにもうこう穴を開けないようになってるので流し込んで色をつけて、中にね雪の結晶とかを入れ込んで、クマもね飼ってたので中に入れ込んで、これは孫用にね作ったんですけど、保育園でね孫一人一人動物のキリンさんだったり猫犬クマだったり一人一人こうあるんですよ。で孫がクマだったので、あクマを作ってあげようかなと思ってレジンにしてみました。これはねチェーンボールで通して仕上げましたね。なかなかこう塗り重ねていると分厚くなるんですよね。だからこう持っているね留め具が合わなかったので、穴をちょっと大きめにほがして、ここにねつけている金具ですけど、これがちょっとちっちゃくて合わなかったのでね、穴を大きめにほがしてチェーンが入るようにして仕上げました。今度あったらあげようかなと思って、いろいろこう完成品を今日紹介したんですけど、もう失敗もたくさんあるんですよね。もったいないんですけど、こんな感じでね今回はこう2ヶ月ちょっとで作りためたレジンを紹介してみました。またね少しずつ勉強しながらネットで見ながらね作り上げていこうかなと思っています。これはチャリティーにね出品しようかなと思っています。ではね今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。